はい、皆さんどうもこんにちは、アミタです。今日の朝の山ということで、今日は復帰後最大の難敵と言ってもいい相手だったと思います。今日の朝の山の対戦相手は十両の徳勝龍となっています。この十両徳勝龍がなぜこの最大の敵なのか、この3つのポイントで説明したいと思います。まず1つ目のポイントが、徳勝龍という力士は朝乃山より大きな力士だということですね。徳勝龍の身長は183センチ、体重が194キロということで、身長は朝乃山の方が189なので高いんですけども、体重は自分より20キロほど重い相手となっています。そしてさらに徳勝龍というのは朝乃山の四つ相撲に対して押し相撲、突き押しと言われていて、まあ一般的に四つ相撲の人っていうのは押し相撲苦手だと言われています。なかなか自分の体勢に、ね、なりにくいというので。さらに徳勝龍は土俵際でね、突き落としとかそういう逆転もうまくて、まあ、なかなかね一筋縄ではいかない、土俵際までちゃんと行ったとしてもそこからの逆転もあるというので、まあ、ここはね非常に嫌なポイントかなと思っています。そして2つ目がですね、この徳勝龍という力士、皆さんも覚えてると思うんですが、約3年前、2020年の初場所、ここで幕内優勝をしていると。幕内優勝回数は1回なんですけども、朝乃山も1回なので、幕内の優勝回数という意味では5分、非常に力のある力士と言えます。さらに関取の期間も長くてですね、もうすでに10年以上連続で関取をしています。まあ、朝乃山はね3番相撲2番相撲と関取経験者と当たったこともあったんですが、それはねもうすでに幕下に落ちている関取たちでした、元関取たちでした。ただ今回はもう現役バリバリのね関取、まあ年齢は確かに36歳、ベテランですけども、まあそういう意味でも一番力の上の力士となりましたね。そして3つ目がですね、この徳勝龍、今場所調子いいんですよね。今日終わるまでで4勝1敗ということで、かなり勝ちが先行していて動きもいいということで、まあ、とてもね調子がいい。これが3つ目になります。以上の3つのポイント、体の大きな押し相撲である、そして幕内優勝経験者である、そして今場所調子がいい、まあ、さらに付け加えるなら、徳勝龍は朝乃山の近代相撲部の先輩でもありますね。年齢は7つほど離れているんですけども、まあこれはねあんまり関係ないですけど、そういう縁もありました。さあそして相撲どうなるのかなと思っていました。結果から言うと朝乃山の圧勝でしたね。まあ相撲内容としては徳勝龍っていうのはやっぱり捕まりたくなかったと思います、朝乃山に対してね。逆に朝乃山は捕まえたかったんですが、立ち合いはねバーンと弾いて距離ができました。徳勝龍がやっぱり捕まらないように手を伸ばしていったんですけども、やっぱね朝乃山の圧力がだいぶ上回ってましたね。うん、朝乃山が一気に土俵際まで攻め込んで、徳勝龍は弾いたと思ったんですけども、自分はね土俵際に来てしまっていました。そして朝乃山がそのまま一気に距離を詰めて、そのまま突き出す、まあ、押し出しかなという形になりましたね。うん、まあ相撲内容としてはかなりあっさりしていたんですけども、まあ徳勝龍、体の大きなね、自分より20キロも大きな押し相撲の力士を立ち合いで土俵際までね、まあほぼ土俵際まで吹っ飛ばしちゃうというのは、まあ朝乃山のね、うん、圧力っていうものが戻ってきているなという感じはしましたね。まあ大関という地位を考えれば当たり前かもしれないんですけども、まあさっき言った3つのポイント以外にもね、朝乃山は久々の大いちょうだったり、もう1年半ぶりですからね、だったりとか、まあなんか塩撒いたりとかいうね、なんか日頃の、まあ最近してなかった動作が戻ってきたり、まあ先輩だったり強かったりっていうので、まあ多少ね逆風はあったと思うんですけども、まあ完勝でした。これで朝乃山4連勝勝ち越しとなります。あと3つなんですけども、まあ徳勝龍に対してあの相撲が取れるんだったらもう怖いものはないのかなと思います。昨日の動画で朝乃山の関取復帰確率 99.99 と言ったんですけども、今日はさらに9を1個足して 99.999 としておきたいと思います。あと3番頑張ってほしいなと思いますね。アディオス。